皆さんこんにちは、ビームスジャパンのリーです。本日はこちらをご覧ください。こちら昨日スタッフ2名がご紹介した JAXA と BEAMS のスペシャルアイテムでございまして、私が本日ご紹介いたしますのはこちらの日清と BEAMS のスペシャルアイテムをご紹介したいと思います。本日は野口宇宙飛行士 ISS 登場記念をし、その活動に協力をするビームスと日清カップヌードルがタッグを組んだスペシャルアイテムをご紹介したいと思います。今回ご紹介するのはこちら、私が着用しているメンズの T シャツ一型とメンズの T シャツ、半袖とロングスリーブの T シャツ二型と、こちらのコンパクトなカップポーチと、あとはバッグとクラスマグとバンダナをご紹介したいと思います。まずはじめにご紹介するのがこちらのリンガー T シャツです。お色は2色展開になっておりまして、こちら白ベースに首元とお袖が赤のこちらの1色と、私が着用している赤にブルーのラインの2色展開でございます。胸元にはこちらカップヌードルとプリントがございまして、後ろにもこの今回のスペシャルタッグを象徴するスペースビームス、そしてスペースカップヌードル、カタカナでされたロゴがドンと施されております。サイズはワンサイズでございまして、コンパクトなサイズ感になっております。ヴィンテージの古着から型を取っておりますので、すっきりとした印象でございます。続きまして、メンズの半袖 T シャツをご紹介いたします。サイズは4サイズの展開でございまして、 S、M、L、XL のサイズ展開でございます。先ほどご紹介したこちらのスペシャルロゴ、スペースビームス、カップヌードルビームスのロゴが後ろにあしらわれておりまして、前左胸にはカップヌードル、そして右側にはミシンのスペシャルロゴがプリントされております。それでは本日は特別にスタッフ2名に着用していただきました。ミエさん、お願いします。僕は、今半袖の T シャツを着用してまして、インナーにちょっとオーバーサイズのシャツ、テアトラのカードリッチシャツ着て、 L サイズを着てますが、十分重ね着できるサイズ感です。オーバーサイズですね。着丈もしっかりありますし、身幅もゆとりがございます。かっこいい、これはね。結構サイズ感もこう肩もドロップして着やすそうですね、うん、いいですね。サイズ感すごい今っぽい感じで着れるので、ファッションとして取り入れやすいのではないでしょうか。ヒエさん、ありがとうございます。とんでもございません。失礼します。はい、お次ご紹介するのはロングスリープ T シャツをご紹介いたします。はい、こちらのロングスリープ T シャツはちょっとシンプルに左胸のところにロゴがございまして、実は後ろにじゃーん、実際に見ていただければお分かりになると思うんですが、カップヌードルの食べ方のプリントが後ろに施されております。結構こうボディの色によって配色が違うので、こちらはこう代表的なミシンカップヌードル、白に赤のフライ、こちらはブラックボディにこうスペースをゴーストさせるかっこいいカラーリングになっております。こちらのサイズ感もドロップショルダーになっておりまして、かなりゆったりしたサイジングになっております。こちらのサイズ展開も先ほどの半袖の T シャツと同様、 S、M、L、XL の4サイズ展開でご用意しておりますので、ぜひこちらも一緒にご覧ください。次にご紹介するのがじゃじゃーん、こちら
ちらのバナナでございます。本当にこうカップヌードルを食べるときにこう首元に巻いて食べれるような大判なサイズ感になっておりまして、今みえさんに首元に巻いていただいております。ちょっとチーフとしてこう巻いていただいて、あちょっと食べたいなって急に来ると思うんですよね。急に来た時は外してこうです。入れてしまいましょう。やっぱりこう麺を食べるときはジュルってスープが飛ぶ可能性があるので、こういうのは嬉しいですよね。そうですね。白シャツとかそういったときは必須でございます。必須アイテムでございます。こちらもビームスとカップヌードル応援企画でお作りしております。お次ご紹介するのはこちらのバッグでございます。こう軽やかな素材感でシルバースペーシーなこうちょっと光沢のある素材感が素敵な一品となっております。ハンドルでこうお持ちいただくことも可能ですし、このショルダーの紐がついておりますので、こちら肩掛けで斜めにかけていただいても使っていただけるバッグでございます。お色はこちらの黄色と赤のお色と、あとはブルーのお色の2色展開でご用意しております。お次ご紹介するのはこちらのカップヌードル型のポーチでございます。上はこうジップがついておりますので、中に入れていただいてもこうこぼれることはなく守っていただけます。こちらですね、ショルダーの紐がついておりますので、こう小さなミニバッグとしてもお使いいただけます。はい、そして最後にご紹介したいのはじゃーん、こちらのプラスマグでございます。すごい柄が可愛いので、こうコーヒーなどご自身の好きなお飲み物を入れてティータイムに使える大きいサイズ感のグラスマグになっております。はい、いかがでしたでしょうか。今回こちらをご購入いただいたお客様に数に限りはありますが、じゃじゃーん、スペシャル仕様のミニミニスペースカップヌードルと、あとはこちらザ・フォークというカップヌードルを食べるのに適した形のこのフォークをお渡ししたいと思います。ちなみにこちら右利き専用の白いフォークと左利き専用の赤いフォークがございますので、こちらのスペシャルアイテムはまたとないコラボレーションのアイテムたちなので、ぜひゲットしてください。本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。